アンナ・ソビアトスラボブナヤノフスカヤは、ロシアの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ルカッチ・アーダーム、イヴァング・ラノーフ、セルゲイ・モズゴフ。2015年世界ジュニア選手権。2012年、インスブルックユースオリンピック金メダリスト。2013年、2014年ジュニアグランプリファイナル優勝。1996年、アラブ首長国連邦にて生まれる。 4歳の時にスケートを始めた。2011年に、セルゲイモ・モズゴフとカップルを結成し、ジュニアグランプリシリーズに参戦。バルティック杯3位、タリン杯1位で進出した、ジュニアグランプリファイナルでは2位となった。さらにインスブルックユースオリンピックに派遣され、金メダルを獲得。しかし、ロシアジュニア選手権では4位に終わった。世界ジュニア選手権では FD で、 モズゴフの衣装がほつれ、安全のためプログラムを中断されるというアクシデントがあり、SD サミにつけながら表彰台は逃した。2012から2013シーズンは、ジュニアグランプリシリーズは2戦ともに2位、ジュニアグランプリファイナルでは4位だった。ロシアジュニア選手権では3位に入るも、欠場したアレクサンドラ・ステパノは、 イワン・ブキン組が世界ジュニア選手権の代表になり出場はできなかった。2013から2014シーズンはジュニアグランプリシリーズで連続優勝。ジュニアグランプリファイナルは初優勝した。ロシアジュニア選手権はシニアクラスから戻ってきたステパノはブキン組に敗れた。世界ジュニア選手権はステパノはブキン組が病気で欠場したが、 ファイナルで10点以上の差をつけて勝利した、ケイトリン・ホワイユク、ジャン・リュック・ベーカー組に敗れ、2位に終わった。2014から2015シーズンも、ジュニアグランプリシリーズ、ファイナルと3戦全勝。ロシアジュニア選手権、世界ジュニア選手権も初優勝し、シーズン全勝を果たした。2016年4月、モズゴフとのカップルを解消。新たに、 イヴァン・グリアノフとのカップルを結成するも、その後、ルカッチ・アーダアームとカップル結成しハンガリー所属となる。2017年1月には、ロシアフィギュアスケート協会よりハンガリーに移籍する許可が降りた。ありがとうございます。